なんとかしねえと、急がねえと。あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いね、この若さ。あの無鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。見てろ。鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。さあ、兄貴にそっくりじゃねえか。ピストル、ロケット、セカンド、調子に乗りよ。ピストル、ロケット、バカッセ、あらら、お前はね。頼むぞ。ヘッドバズーカ、アルチザン、フェザントバー、全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル、アルチザン、フン、フン、頼むぞ。ピストル、アルチザン、頼むぞ。ロケット、ちょっと頼むぞ。アルチザン、アルチザン、頼むぞ。頼むぞ。頼むぞ。わしが終わらせる。頼むぞ。アズーカ、頼むぞ。ロケット、よっちゃ、よっ、セカンド、お前のじいさんは恩人だが、仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。大将、俺を一番隊隊長、マルコ。
マルコに助けられ青キジの攻撃を逃れたルフィだが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザルが立ちふさがる。だけじゃねえ。麦わらのルフィ、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。白ひげの采配にも焼きが回ったね。おめえともあろう男がそんな無謀なだけのゴミくずに先陣を切らすとはね。それ見たことか。だから言わんとふっちゃなせべぬ。息はあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、こいつはもう十分やった。手当てを。時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。